戦闘先に進む。どうやらロックを解除するには、なんとか手に入れられ。空間転移か。どうやら大昔に使われていた本物のゴスペルみたいですね。うん、結社が作ったレプリカと雰囲気が似てるかも。やっぱりシリンの塔の端末にあったセレスト・ディ・アウスレーゼはクローゼのご先祖様だったみたいだね。おそらくこの都市から市民を脱出させた責任者だったのでしょう。生態パターンが私と似ていたのは偶然によるものだと思いますけど。偶然じゃなくて女神様のお導きだったりしてね。とりあえずそれを駅の端末で使えば地下へのゲートが開けるみたい。早速行ってみよっか。ええ、そうですね。さっき手に入れたゴスペルをこの端末の前で使えばいいみたいだ。さっき手に入れたゴスペル。
戦闘先に進もう。
人ですね。負けられないんだ。負けられないんだ。戦闘先に進もう。
だ。負けられないんだ。これで終わりだ。まだ負けられないんだ。
まだ負けられないんだ。酔いしれたかな？ここはかなり広い場所に出たね。ほう、見渡す限り大きな建物が並んでいるね。道もかなり広いですし、一体どういう場所なんでしょう。ひょっとしたらここは工業エリアかもしれない。大量の水も工業用水と考えれば説明できるんじゃないかな。なるほど、確かに言えてるかも。よし、早速探索を始めますか。
負けられないんだ。先に進もう。Try!
の曲は君たちに捧げるレクイエムさ。これは避けられまい。それ、おまけだ。酔いしれたかな。なったのよね。うん、かなり便利になったね。
スワードって、ネットワークを管理する中枢から操作されたということか。どうやら結社は都市機能をかなり掌握しつつあるみたいだ。まさかこんなところまで連れてこられちまうなんてな。これから俺たち何をさせられるって言うんだ。さあな。ただ教授と執行者が揃って出かけたことを考えると大した任務は残ってないだろうさ。せいぜい空賊のような連中を捕まえる程度じゃないか。そういえば確かリベールの飛行船が不時着していたはずだろう。そちらへの対応はいいのか。教授たちが戻るまでは放置しておけとの命令だからな。ま、船を修理するまでは連中だって何もできないだろうさ。グロリアス、こんなところに泊まってたんだ。ジークの言っていた通り、浮遊都市の東側でしたね。それにしても、なんて大きい。しかし、どうやらチャンスのようだね。確かに、教授たちがいないのは絶好の機会かもしれない。空賊団の救出もあるし、思い切って突入してみようか。ちょっと待って。突入するのはいいけど、ジョゼットに声をかけた方が。あの子のお兄さんたちを救出するわけなんだし。エステル、勘違いしないでよ。別にあの子を気遣ってるとかそういうわけじゃ全然なくて、その遊撃士としての仁義をね。エステルさんらしいです。そういうことなら一旦アルセイユに戻るとしようか。もうそれじゃあ急いでレール廃炉を使おうか。うん、そうね。